どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ちょっとね、遅れてしまったんですけども、こちらの私がメインカードにさせていただいている、ヒルとアメックスプレミアムカード、徹底解説2024年の版、動画やっていきたいなと思います。ということで、ヒルとアメックスプレミアムカードね、今私は、メインカードでね、利用させていただいておりまして、年間ね、200万円決済して、ダイヤモンドステータスをね、獲得しようと画策しております。ですので、こちらをね、今メインカードにさせていただいて、利用ね、しているわけなんですけども、今回の動画ね、ちょっと長くなると思いますけども、昨年度からね、変更になっている部分等々を含めて、やっていきたいなと思いますので、これからね、ヒルとアメックス、一応一般カードの話もね、一部しようと思っておりますので、一般カード、プレミアムカード、こちらね、発行を検討されている方、ぜひね、参考にしていただければなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。まずね、年会費から解説ね、やっていきたいなと思うんですけども、ちょっとね、画面切り替えて説明させていただきます。はい、ということで、こちらね、ヒルとアメックスプレミアムカードとヒルとアメックス一般カード、一応一般カードもね、入れさせていただきました。まずね、券面がこういった形になっておりまして、プレミアムカードの方は、濃いね、紺色っていう風になっておりまして、一般カードの方はちょっとね、薄い感じの券面になっております。どちらもね、券面としては非常にかっこいいですよね。で、年会費ですね。年会費は66,000円。プレミアムカードですね。一般カードの方は16,500円っていう風になります。この年会費がね、一般カードとプレミアムカード、かなりね、金額が違いますよね。で、私の動画でね、ずっと見ている方はね、知ってると思うんですけども、基本的にアメックスのクレジットカードでコスパ最強のクレジットカードっていうのは、ヒルとアメックス一般カードっていう風に思っております。16,500円で、アメックスのね、基本的な特典も使えて、またね、ヒルとアメックス一般カードね、発行していただくだけで、ヒルトンゴールドになって朝食2名分ね利用することができて年間150万円切れば、週末限定にはなりますけれども無料宿泊特典とかもねもらえるっていう風になりますんで、もしね今回ヒルトアメックスプレミアムカードをね中心に話していきますけども、ひとまずちょっと66,000円は嫌だなっていう方でヒルトンちょっとね体験してみたいっていう方はこちらのクレジットカードで150万円決済していただいてね、ヒルトンホテル宿泊してでてからプレミアムカードね発行していただくのがねいいのではないのかなと思います。で、家族カードの年会費なんですけども、プレミアムカードの方は3枚まで無料、4枚目以降 13,200円っていう風になります。ですので本会員と含めて4人家族であれば、このねヒルとアメックスプレミアムカードだけで全員ねヒルとアメックスプレミアムカードね家族カードで、含めて、持つことができるっていう風になります。で、一般カードは1枚まで、2枚目以降は6,600円っていう風になります。で、還元率なんですけども100円決済でヒルトンホテルポイントは3ポイント貯まります。で、一般カードの方は100円決済で2ポイント、ヒルトンホテルでね利用した時は100円決済で7ポイント、一般カードの方は100円決済で3ポイント、貯まります。で、貯まるポイントはヒルトンホテルポイント。で、有効期限は、加算があれば延長っていう風になりますんで、一応2年間がね区切りはあるんですけども、まあ、ヒルとアメックスねずっと使ってっていただければ毎月ねポイント加算されていくっていう風になりますので、基本的に気にしなくて OK です。で、途中でねヒルとアメックスやめてもう定期的にね加算がなくて有効期限が来そうだっていう時には、これヒルトンポイントっていうのはね普通に購入することもできますので、まあ買っちゃえばね延長されるっていう風になりますんで、まあそれで対応していただければなと思います。で、ポイントの価値なんですけども、ヒルトンホテルポイントっていうのはですね、基本的に1ポイント 0.3 円から 0.5 円ぐらいっていう風になっておりまして、すごいリゾート地、ハワイであったり、モルジブとかね、そういったリゾート地で利用していただくとね、1ポイント1円以上とかでね、利用することができるわけなんですけども、日本国内とかでね、利用していただくと、まあ大体このぐらい、まあ6京都ね、ちょっと利用金額高いので、まあ6京都だったらね、1ポイント1円で利用することができる機会もね、あるかなと思うんですけども、そこまでね、高くないっていうことは、ぜひね、覚えておいてください。で、マイル交換レート、ヒルトンホテルポイントは、マイルにも交換することができるんですけども、1万ポイント1000マイルということで、非常にレートが悪いっていう風になりますんで、これはヒルトンホテルのね、滞在もしない、ヒルトンアメックスも解約しちゃってもう使わないよっていう方で、もう最終手段でね、交換していただくのはね、いいのではないのかなと思うんですけども、基本的にはお勧めしておりません。で、マイルの還元率も、交換率は低いということで、還元率も低くなっております。で、ホテルのステータスですね。どちらのクレジットカードも発行しただけでヒルトンゴールドステータスになることができます。ステータス特典についてはまた後で解説させていただきますね。で、更新特典ですね。ね、プレミアムカードは年会費を更新していただくと、66,000円ね、もう一回かかるわけなんですけども、年会費をね、更新した後にですね、1ヶ月から2ヶ月後ぐらいですかね、ウィーケンド無料宿泊特典っていうのが
付与されます。こういった特典は一般カードにはございません。でまたね、年間決済額の特典ということで、ヒルとアメックスプレミアムカードで66,000円年会費かかるわけなんですけども、年間200万円決済していただくとヒルトンのダイヤモンドステータスになることができます。このステータス特典等々もね、後で解説させていただきますけども、年間200万円決済していただくだけでこのねヒルトン最上級会員がね取れてしまうっていう風になりますんで、この年会費はね66,000円で非常に高いクレジットカードではあるわけなんですけども、年間200万円切れる方はね非常におすすめです。でこの集計期間はね1月1日から12月31日が集計期間っていう風になりますんで、このね1月1日から12月31日に200万円決済していただければ、達成したね、まあ大体1ヶ月ぐらい以内にはですね、ヒルトンダイヤモンドステータスにこのゴールドから切り替わるって言った形になります。で、次にね、年間決済額&更新特典ということで、プレミアムカードの方はですね、さらに100万円、年間300万円決済していただいて、またね、更新していただくとですね、ウィークエンド無料宿泊特典がもう1枚いただけます。更新するだけで1枚もらえるわけなんですけども、また300万円決済していただくと、もう1枚ね、もらうことができるっていう風になっておりまして、ですので300万円決済できる方は、ヒルトンダイヤモンドステータスにもなれて、無料宿泊特典が2枚ね、もらえるっていう風になりますんで、300万円切ったね、翌年には、ウィークエンド無料宿泊特典で2泊、しかもダイヤモンドステータスで宿泊することもできるっていう風になりますんで、非常に強いですよね。で、このね、ウィークエンド無料宿泊特典っていうのは、この決済額を達成して、またね、更新しないと、もらうことができません。ですので、300万円決済してすぐもらえるわけではなくて、年間300万円決済していただいて、クレジットカードをもう一回次の更新で、ね、迎えてから付与されるっていう風になりますんで、この点ご注意ください。一般カードも方もですね、同様にね、150万円で、ウィークエンド無料宿泊特典でもらえるわけなんですけども、こちらも更新していただく必要がございますので、この点注意してください。で、集計期間なんですけども、クレジットカード発行した時期によってね、この集計期間異なるっていう風になりますんで、まあ発行したね、手元に届いてから集計が開始になるっていった形になります。で、空港ラウンジですね、同伴1名までカードラウンジが一般カードもプレミアムカードも利用することができます。こちらね、家族カードも利用することができるっていう風になりますんで、こちらもね、家族カード1枚無料で、こっちは3枚無料なんですけども、プレミアムカードの方は本会員とプラス3枚ね、家族カード発行できるっていう風になりますんで、同伴1名なんでね、各カードに。ということなんで、8名までね、カードラウンジ、利用することが最大ね、利用することができます。で、海外旅行保険は、利用付帯っていう風になっておりまして、ピカクシね、アメックスのプロテクション、こちらも後で詳しく見ていきますけども、ここら辺もね、プレミアムカードの方は、すべて付帯しております。一方ね、一般カードの方はやはりね、年会費が安いということで、キャンセルプロテクションであったり、リターンプロテクション、スマートフォンプロテクションとかね、こういったところはですね、年会費は安い分カットされているっていう風になります。で、帰国時手荷物宅配サービスなんですけども、こちらも羽田、成田、中部、関空ね、プレミアムカード利用することができるわけなんですけども、一般カードの方は羽田空港は利用することができません。で、またね、国際ブランドはアメリカンエクスプレスっていう風になります。で、その他の特典ということで、プレミアムカードはですね、初年度ね、HPCJ がね、無料で利用することができます。こちら、一般カードの方はね、実質無料で利用することができて、プレミアムカードの方はね、初年度完全無料でね、利用することができるっていう風になっておりまして、この HPCJ っていうのは、ヒルトンプレミアムクラブジャパンっていうね、略なんですけども、ヒルトンのね、国内で、利用できる有料プログラムっていう風になるわけなんですけども、まあこれをね、通して予約していただくと少しね、お得に利用することができたり、ちょっと特典がね、利用することができたりするんですけども、これがね、プレミアムカードの方は、初年度ね、無料で利用することができるっていう風になります。基本的な基本スペックはね、こういった形になっておりまして、やはりね、年会費が66,000円と16,500円なんで、もう聞いただけでもですね、もう全然年会費違うクレジットカードっていう風になるわけなんですけども、ヒルトンアメックスプレミアムカードはですね、やはりね、年間200万円決済していただくとね、ダイヤモンドステータスもね、なることができるっていう風になりますんで、これがね、本当に強い特典ですよね。で、またね、更新特典もございますので、まあ、カード更新するだけで300万切らなくても、カードを更新するだけで、ウィークエンド無料宿泊特典がね、もらうことができるっていう風になりますんで、まあ、これをね、66,000円以上のホテルで利用することができれば、まあ、実質無料みたいな感じでね、利用することもできるっていう風になりますんで、この二つはね、やはりね、結構強いですよね。はい、ということで、こちらのね、アメヒルとアメックスプレミアムカードね、年間66,000円、かかるわけなんですけども、まあ、先ほど言った通りですね、
ダイヤモンドになれたり、300万円決済していただいたら、さらにね、ウィークエンド無料宿泊特典がね、もう1枚もらえたりと、非常にね、特典が多いクレジットカードなんですけども、年会費はね、非常に高いですよね。で、またね、年間200万円、年間300万円でこのね、特典がもらえるわけなんですけども、このね、200万円までね、ちょっといかないよっていう方は、基本的にね、一般カード、16,500円の方をね、お勧めさせていただいております。で、200万円もね、集めるのね、結構大変だと思うんですよね。私も非常に大変なんですけども、私の動画のチャンネルでね、結構紹介させていただいている通り、このね、アメックスを経由して投資信託でね、購入していただく。まあ、こういったこともね、利用していただければですね、マックスね、120万まで、一月5万円で12ヶ月やって60万ですよね。それが2年で2つなんで、そうですね。年間120万円までは、このね、ヒルとアメックスを経由してですね、投資信託ね、購入していただければですね、残り80万円でダイヤっていう感じでもね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、こちらの詳細についてはですね、私の動画でね、まあ、何回か触れておりますけども、専門の動画もね、出させていただいておりますので、概要欄からね、気になる方はぜひね、チェックしていただければなと思います。で、次にね、ポイントに関してなんですけども、このね、ヒルトンアメックスプレミアムカードはですね、通常いろんなところ、ヒルトンホテル以外で利用した場合は、100円で3ポイントが貯まるクレジットカードっていう風になります。で、アメックスはですね、ポイント付与、半分になるところと全くねポイント付与がされないっていうね決済先がございますので、まあこういった形になるわけなんですけども、ぜひねこういったのもございますので利用される際はですねご注意ください。特にね利用することが多いと思われるモバイルスイカへのチャージ、こちらもねポイント付与直接やるとね対象外っていう風になりますので、まあこちらもね私の動画で、出させていただいておりますんで、ぜひね経由してチャージねしていただいて、このモバイルスイカへのチャージでもですねポイント確実にね、取っていただければなと思います。で、次にですね、ヒルトンホテルでこのヒルトンアメックスプレミアムカードをね、利用した場合のポイントの獲得の計算なんですけども、今までね、長ったらしくね、計算、紹介しておりました。ですけども、私のね、LINE 公式アカウントから、このヒルトンホテルに滞在した時のヒルトンアメックスプレミアムカードを使った時のですね、ポイントの獲得の計算方法、自動計算ツールね、作成いたしましたので、楽印公式アカウントからね、そのページ行っていただいて、必要事項で、ね、入れていただければ、自動でね、計算出せるようにしておきましたので、ぜひね、こちら活用していただければなと思います。このね、ポイントの計算っていうのもね、非常にめんどくさいのと、ある程度分かってないとですね、多い分にもらった分にはね、いいんですけども、足りなかった時にね、申請しないと、こういうね、まあ、マリオットもそうなんですけども、ポイントもらえ、取りこぼしてしまうとね、非常にもったいないっていう風になりますんで、ぜひね、LINE 公式アカウント登録しといていただいて、計算合ってるかね、分かんなくなったら、こちらからね、必要事項入れていただければ、自動でね、算出できるようにしておきましたので、ぜひね、活用していただければなと思います。それでは次にですね、ポイントの利用先についてなんですけども、先ほどもね、軽く触れましたけども、ヒルトンホテルのポイントっていうのは、一応周りにも交換することができますし、ヒルトンがね、主催している、まあ、ヒルトンホテルポイント体験みたいなのもあるんですよね。入札してポイントを使うみたいな。まあ、こういったのもあるんですけども、基本的にヒルトンホテルポイントでお得に使うっていうのは、ヒルトンホテルに宿泊していただくのがね、一番おすすめっていう風になります。マイルとかに交換してしまうとね、1万ポイントで1000マイルとかになってしまいますんで、非常にね、レートが良くないので、おすすめしておりません。で、ポイントの使い方で一番おすすめなのは、ヒルトンホテルポイントプログラムっていうのはですね、マリオットも同様なんですけども、ポイントで5連泊していただくと、5泊目が無料になる特典があるんですよね。ですので、ヒルトンホテルポイントね、たくさん貯めていただいて、ヒルトンホテルポイントね、一気に5連泊入れていただくと、5泊がね、無料で利用することができるっていう風になりますんで、こちらはね、非常におすすめっていう風になります。またね、このヒルトンホテルポイントっていうのは、他人とね、最大10人までポイントをプールして利用するみたいな。まあそういったこともできますし、またね、公式サイトでポイントをね、簡単にアカウント移動とかもね、それで簡潔でね、利用することができるっていう風になりますんで、まあここら辺もね、ぜひできることは覚えておいていただきたいなと思います。それでは次ね、ステータス特典なんですけども、ちょっとね、画面を切り替えて説明させていただきます。それではこちらはね、ヒルトンのステータス特典になるわけなんですけども、ヒルとアメックス一般カード両方ともですね、発行しただけでこのゴールドステータスになることができます。で、ゴールドステータスにならなくてもね、会員登録するだけでここら辺のね、特典は利用することができて、まあここら辺のね、大きい特典っていうと、
リゾート料金がね、かかんなかったりするんですけども、これも非常に大きな特典です。これは会員登録するだけで、利用することができる特典なんですけども、ヒルトンホテルはですね、ポイントで宿泊した時にね、リゾート料金がステータス特典で不要になるんですよね。これはマリオットにはね、ないステータス特典っていう風になっておりまして、非常に強いです。ハワイとかニューヨークとかね、観光地ではですね、リゾートフィー、ディスティネーションフィーとかね、まあいろんな名前でこのリゾート料金っていうのが特典滞在ポイントとかね、無料宿泊特典とかもそうなんですけども、まあそういった時にね、請求してくるところがあるんですよね。マリオットもね、ポイントで宿泊した時にですね、このリゾート料金であったり、ディスティネーションフィーっていう名前で請求されたりするんですけども、ヒルトンホテルはですね、一部のホテルを除いて、このリゾート料金がね、かからないようになっているんですよね。こちら非常に大きいですよね。で、またね、Wi-Fi も会員登録するだけで利用することができます。で、今回のね、ヒルトンアメックス、一般カード、プレミアムカード発行していただくと、ゴールドステータスになるっていう風になりますんで、このシルバー以上のここまでのね、特典が利用することができて、滞在する際に無料のボトルウォーターがもらえたり、特典滞在500名無料ですね。こちら先ほど話した内容ですね。で、またね、ゴールドステータスになると 80% のボーナスがついたり、客室のアップグレード、またね、毎日のご朝食クレジット、またはコンチネンタルブレックファーストが利用することができるっていう風になります。大きい特典としては、やっぱり朝食特典がね、2名利用することができるっていう風になるのと、客室のアップグレードがね、含まれるっていう風になりますんで、プレミアムカード、一般カード発行していただくだけで、ここまでのね、特典が利用することができるっていう風になります。この客室のアップグレードに関しては、空室状況によるまたねスイートは含まないっていう風になりますんで、この点はご注意ください。で、このねゴールドステータスの毎日のご朝食クレジットコンチネンタルブレックファーストっていうのはね記載がありますけども、アメリカ国内のねヒルトンホテルっていうのはご飲食クレジットに切り替わっております。こちらはですね2021年ぐらいにねアメリカ国内が朝食の提供をやめてすべてホテルクレジットに切り替わりました。まあそれがね一時的な対応みたいな感じで始まって、そのままずるずると2024年までね引き続いてやっているわけなんですけども、もう公式サイトもですね切り替わっておりますので、多分アメリカ国内の朝食無料特典がですね復活するっていうのは多分ないんじゃないかなと思っております。今後ね、日本国内とか、それ以外の地域でもですね、この朝食2名分ゴールドステータスのね、朝食2名分がですね、今後どうなっていくかっていうのは非常に不安な部分ではありますけども、今現時点ではアメリカ以外ではですね、2名分のね、朝食が利用することができるっていう風になっております。で、このね、アメリカ国内のね、ご飲食クレジットがね、どういった感じになってるのかっていう話なんですけども、それがね、こういった形になっておりまして、このね、ヒルトンホテルのブランドによってもらえるホテルクレジットが切り替わるっていう風になっております。またね、一人で宿泊した時のホテルクレジット、二人で宿泊した時のホテルクレジット、こちらも別々にね、設定されているっていう風になっておりまして、まあ倍になってるだけなんでね、そのままなんですけども、まあ2名でね、ウォルドーフ・アストリア、レックス・アール、コンラッド、アメリカ国内の泊まった場合であればですね、1日50ドル付与されるっていう風になります。まあ2泊すれば100ドルっていう風になりますけども、1日ずつ消化していかなきゃいけないんでね、この点は注意してください。2泊するから100ドル、それを1日で100ドル使ったら請求飛んできますんでね、こういった形になっておりますんで、1日で使う必要があるっていうことはご注意くださいね。で、またね、ヒルトンホテルブランドによってね、こういった感じで変わるっていう風になっておりますんで、先日ね、ヒルトンハワイアンビレッジに利用させていただきましたけども、あそこはね、1人18ドルだったんで36ドルだったんですけども、まあこれもね、ホテルの場所とかね、そのホテルによってどっちのね、ホテルクレジットになるかはね、わからないっていう風になりますんで、こういった感じでね、設定されているっていう風になるんですよね。で、またね、このモットーホテルっていうのはですね、朝食無料2名分ね、ついてたわけなんですけども、これがですね、モットーホテルすべてのモットーホテルでホテルクレジットに切り替わるっていう風になりましたので、このモットーホテル利用した際は、まあこういった感じのね、飲食クレジットにね、切り替わっておりますので、この点もね、ご注意ください。これがね、ゴールドステータスの特典っていう風になりまして、ダイヤモンドステータスになるとさらにね、特典が多くなって、マイルストーンボーナスだったり、ご利用に対して 100% のボーナスポイント、客室のアップグレード、こちら、スイートを含むに変わります。で、エグゼクティブクラブラウンジね、利用することができて、ダイヤモンド資格の延長、プレミアム Wi-Fi 48時間の客室保証、エリート資格の贈呈とかもね、利用することができて、まあ細かくね、下に書いてあるんですけども、ダイヤモンドになると、宿泊
に対して 100% のボーナスがもらうことができます。で、エグゼクティブクラブラウンジということで、クラブラウンジがね、設定されているホテルであれば、ここでね、軽食であったり、飲食することができるっていうふうになります。で、このエグゼクティブクラブラウンジもですね、あるホテル、ないホテルございますので、国外、国内外問わずですね。ですので、これを目当てでね、どっかのヒルトンホテルに行く場合は、あるかないか確実にね、チェックしてください。で、Wi-Fi がプレミアムになったり、エリート資格の贈呈がね、利用することができたりいたします。こちらは宿泊実績でね、なった方限定にはなりますけども、こういった特典もあります。で、お部屋のアップグレードですね。最高で1ベッドルームスイートのお部屋をご利用いただけますということで、アップグレードもですね、スイートも対象に入ります。で、このね、アップグレードに関してなんですけども、ダイヤモンドになったからといってですね、毎回スイートに入れる。そんなことはございませんので、まあ私もね、たくさん泊まってきましたけども、まあスイートルームに上げていただいたことなんで、本当に数えるぐらいしかございませんので、ダイヤになったからといってスイートルームに絶対入れるなんてことはね、ございませんので、この点はね、勘違いしないで、ください。で、次にダイヤモンド会員資格の延長ですね。まあ一応ね、こういった特典もあるんですけども、めちゃくちゃハードル高いんでね、まあほとんどの方が対象ではないと思ってください。で、48時間客室保証ということで、まあこういった特典もね、利用することができるっていうふうになります。まあゴールドね、ダイヤモンド、こういった特典がね、利用することができるっていうふうになりますんで、やはりね、ダイヤモンドステータスの強い特典っていうのは、まあ朝食もね、先ほどゴールドステータスの特典も利用することができますんで、それも利用できるんですけども、まあラウンジが利用することができるっていうのと、お部屋のアップグレードがね、スイートルームも入ってくる部分ですかね。まあステータス特典はね、こういった形になります。それでは次にヒルトンアメックスプレミアムカードの場合はクレジットカードを更新していただくとウィークエンド無料宿泊特典、またね、決済額達成とカードを更新していただくとウィークエンド無料宿泊特典、まあ合計2枚ねもらうことができるんですけども、このウィークエンド無料宿泊特典っていうのはですね、ヒルトンの方はね非常に強いっていう風になっておりまして、こちらにね、対象外ホテルっていうのを一覧出させていただきますけども、こちらのホテル以外は基本的にどこでも利用することができます。で、このね、枠っていうのはね、スタンダードルーム特典の客室しか、このウィークエンド無料宿泊特典っていうのは利用することができなくて、この枠さえ空いていれば、どこでもね、宿泊することができるっていう風になります。先日ね、ハワイの LXR ね、宿泊させていただきましたけども、旧トランプホテルですね。あそこもハワイの中で、ウォルドファーストリーが多分一番上なんですけども、その次に、LXR っていうホテルブランドがあって、あそこもねウィークエンド無料宿泊特典で利用することができるっていう風になります。あそこもね1泊10万円超えているようなねホテルっていう風になりますんで、やはりねリゾート地でこのウィークエンド無料宿泊特典で利用していただくと非常にねお得に利用することができるっていう風になります。このねウィークエンド無料宿泊特典っていうのは、まあ名前の通りね、ウィークエンド金土日しか利用することができません。平日はね、月曜から木曜は利用することができないんですけども、金土日で利用することができて、ブラックアウトもなし、まあ枠さえ空いていればね、どこでも利用することができるっていう風になりますんで、日本国内であればですね、どこでも利用することができるっていう風になります。で、このね、ウィークエンド無料宿泊特典ですね、メールが飛んできて、まあ私たちがわかるみたいな、まあそういった形になっておりますので、見逃さないようにね、してください。決済額を達成した方、またプレミアムカードの方は、カードを更新したらね、届くわけなんですけども、だいたい2、3ヶ月ぐらいかな ?1、2ヶ月ぐらいかな、まあひとまずね、カードを更新したら、しばらくね、ヒルトンから飛んでくるメールはね、確実にね、チェックしといてください。で、このね、発行された当初はですね、このウィークエンド無料宿泊特典っていうのは、電話でしか予約することができなかったんですよね。で、こちら、2023年にね、発表されまして、こちらもうね、チャットでね、予約ね、することができるようになりました。で、そのね、利用方法についてはね、別途動画を出しておりますので、まあそちらでね、確認していただければなと思います。どうやらですね、私のね、動画の視聴者の方が、日本国内ね、そのチャットで利用しようと思った場合はですね、私は海外ではできたんですけども、国内だとね、利用することができなかったみたいですので、もう変わってるかもしれないんですけども、そういうこともございましたので、この点はね、頭入れといていただければなと思います。チャットでね、利用することができれば、まあ、デスクにはね、貼り付いていなきゃいけないんですけども、まあ、電話しないでね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、いずれね、スマートフォンアプリ等々でもね、利用することができるようになるとは思うんですけども、まあ、今現時点は、電話していただくか、もしくはチャットサービスで、予約していただくか、まあ、どちらかになるっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいてください。
それでは次にですね、このヒルとアメックスプレミアムカードですね、年間200万円決済していただくとダイヤモンドステータスになることができますよね。で、このダイヤモンドステータスがね、いつまでなれるのかっていう話なんですけども、こちらね、アメリカンエクスプレスに問い合わせすると、だいたい1年間っていう回答をいただきます。ですので、まあ8月に達成したら8月までですよっていう話をね、されてしまうんですけども、これはね、1年間っていうのがアメックスが保証しているステータス期間っていうふうになります。なんですけども、ヒルトンホテルのステータスの更新っていうのは3月31日で切り替わるっていう風になりますんで、このヒルトンホテルのステータスね、ダイヤモンドステータスを獲得したら翌々年の3月31日まで利用することができるっていう風になっておりますんで、こういった感じでね、覚えておいていただきたいなと思います。それでは次にですね、付帯特典ですね、海外旅行保険とその他のね、プロテクションのね、解説なんですけども、ちょっとね、画面切り替えさせていただきます。それではまずですね、こちらが海外旅行保険っていう風になっておりまして、海外旅行保険は利用付帯っていう風になります。カード決済しないと適用されないっていう風になりますんで、もしね、これで海外旅行保険をね、賄いたいっていう方は、行きの切符とかをですね、クレジットカードでね、購入していただければ、対象になるっていう風になりますんで、JR だったりね、小田急も確か使えたと思いますけども、まあ、鉄道会社によってね、クレジットカードで切符買えたり買えなかったりいたしますけども、まあ、そちらね、購入していただければ、こちら適用になるっていう風になりますんで、まあ、このね、適用させるっていうのもね、そんなに難しくないですので、まあ、現地着いてからですね、シャトルバスとか購入していただいてもね、OK だったと思いますので、ひとまずですね、カード決済しないと、適用にならないっていう風になりますんで、この点ご注意ください。で、またね、国内旅行保険に関しては、対象はね、死亡障害のみね、入っているっていう風になりますけども、まあ、それ以外はね、保証がありません。で、こちらもね、カード決済が必要っていう風になりますんで、もしね、国内旅行で、付帯保険つけたい場合は、カード決済しないとね、適用にならないっていう風になります。で、次にですね、海外旅行保険にね、紐づく話ですけども、乗り継ぎとは出発、遅延、欠航、搭乗不能費用ということで、こういったね、受託手荷物が遅れたりなくなったりとかね、こういった保険もヒルとアメックスプレミアムカードは、適用になっております。こちらも先ほど同様、カード決済する必要がございますので、この点ご注意ください。またね、家族会員の方はこちらね、適用にならないっていう風になりますんで、本会員だけのね、サービスになります。で、次に、スマートフォンプロテクションですね。ヒルとアメックスプレミアムカードの場合は、3万円が、ね、適用金額っていう風になっておりまして、4月1日から1年間ね、毎年更新されて、スクリーン割れをね、含んだ災害等々もね、適用して、保証ね、していただけます。ですけども、まあ、3万円なんでね、またね、自己負担が1回につき1万円ね、必要っていう風になりますので、まあ、結構ね、渋いっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいていただきたいなと思います。これだけでね、カバーできるとはね、正直思えませんので、一応ありようぐらいのね、特典だと思っておいてください。それでは次にですね、ショッピングプロテクションですね、購入してから、しばらくの間、破損とか盗難とかをね、保証してくれるサービスなんですけども、こちらは年間最高500万まで、ご購入日から90日間、1事故につき1万円、自己負担がね、必要になるわけなんですけども、こういったのがね、家族カードも対象で利用することができます。で、次にですね、オンラインプロテクションですね。インターネットのお買い物でも安心ということで、ご利用金額を保証する安心サービスですということで、まあ、こちらね、保証、不正利用された金額がね、そのまま対象になるっていう感じになります。それでは次に、リターンプロテクションですね。リターンプロテクションっていうのは、アメックスのクレジットカードで買った商品の返品をね、受け付けてくれないときに、購入金額を保証していただけるっていうのが、このね、リターンプロテクションっていう風になります。ここにね、例が載っておりますけども、購入したインテリア小物が、棚に入らなくて返品したい時に返品を受け付けてもらえなかったとかですね、ネットで買った洋服のサイズが合わなくて、返したいけども返品を受け付けてくれなかった時とかに、このね、リターンプロテクションで保証していただけるっていう風になります。で、次にキャンセルプロテクションですね。アメリカンエクスプレスのカード会員様が旅行やコンサートに行けなくなった場合のキャンセル費用など損害を保証するサービスですということで、海外旅行をキャンセルした場合、子供の怪我、急な社名出張により予定していた海外旅行に行けなくなった場合、コンサートに行けなくなった場合ということで、家族が病気で入院付き添いのため予定していたコンサートに行けなくなった場合とかね、まあ、こういった時にですね、キャンセルプロテクションっていうのがですね、ございますので、こういった費用ですね、アメックスはね、保証していただけるサービスも付帯しております。
で、その他ですね、オーバーシーズアシストということで、まあこれはね、名前の通りなんですけれども、海外ですね、日本語サポートで24時間、またはコレクトコールで、レストランの予約をはじめ、医療機関の紹介など緊急時の支援まで、世界中ほとんどの国から、利用することができるということで、これにね、ヒルトアメックスプレミアムカードも、利用することができるっていうふうになります。それでは次にですね、手荷物宅配サービスですね。こちらね、私結構お勧めさせていただいて、私自身もね、毎回利用させていただいてるんですけども、海外旅行の帰国時にですね、スーツケースもしくはゴルフバッグ1個をですね、お返していただけるサービスっていう風になります。ヒルトアメックスプレミアムカードの場合は、まあこういった形になっておりまして、帰国時のみ。で、またね、配送は1個だけ。で、家族カードもね、利用することができるっていう風になりますんで、手荷物宅配サービスっていうのは基本的にクレジットカード1枚に対して1個っていう計算になりますんで、まあこのね、アメックスヒルとアメックスプレミアムカード1枚持ってたらこれで1個送れますし、別にマリオットボンボでプレミアムカード持ってたらもう1個送れるみたいな。まあこういった形になっておりまして、ヒルとアメックスプレミアムカードの場合は、羽田、成田、関空、中部で利用することができて、アメックスのね、手荷物宅配っていうのは、ゴルフバッグ、もしくはスーツケースしかね、受け付けてくれないっていう風になりますんで、ベビーカーを送りたいとかですね、リュックを送りたいとかね、まあこういったものはですね、断られると思いますので、この点注意してください。またね、羽田空港は第3ターミナルしかね、利用することができないっていう風になりますんで、この点もね、注意が必要かな、なんていう風に思います。はい、ということで今回ですね、ヒルトアメックスプレミアムカードね、徹底解説2024年度版やらせていただいたわけなんですけども、このクレジットカードはですね、やはりね、年間200万円決済していただくと、ダイヤモンドステータスになることができるっていう風になりますんで、まあ、ここがね、一番のね、大きいポイントかな、なんていう風に思います。200万円決済してればね、ダイヤモンドステータス取れるっていう風になりますんで、まあ、ダイヤでね、ウィークエンド無料宿泊特典を使ってホテル滞在して、まあ、ラウンジ等々を利用していただくっていうのはね、非常にいいのではないのかな、なんていう風に思いますので、まあ、ちょっと厳しいっていう方は一般カードの方がね、いいのではないのかなと思います。で、結構聞かれるんですけども、いつ発行したらいいですかって結構聞かれるんですけども、これはね、正直わかんないです。今までね、これヒルとアメックスのキャンペーンに関してはめちゃくちゃ強いキャンペーンが2回ぐらい来てるんですよね。ポイントと宿泊券が2枚もらえるみたいな、そんなキャンペーンが2024年までにね、もう2回かな、来ておりますので、まあ、今後ね、どうなるか正直わかんないんですよ。まあ、ここはね、ちょっと皆さんにね、判断していただければな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、ひとまずですね、ヒルとアメックスプレミアムカードね、ちょっと年会費は高すぎるっていう人もね、いらっしゃいますけども、私はね、ダイヤモンドステータスがね、年間200万円でもらえるのであれば、全然ね、いいのではないのかな、なんていうふうに思っております。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクレカ診断、ポイントサイト診断ね、やっておりますので、無料で利用することできますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。